W87 核弾頭を搭載したマーク21再突入隊がピースキーパーのバスに搭載されるところ。バンデンバーグ空軍基地1983年。再突入隊とは大気圏に再突入する長距離弾道ミサイルの弾頭部を搭載している部位のこと。長距離弾道ミサイルの弾頭部は大気圏再突入時に空力加熱により超高音となるため、 それを保護するための再突入体の開発は、長距離弾道ミサイル実用化に際してのキーポイントとなる。長距離弾道ミサイルは、有人宇宙船と異なり、軟着陸の必要がないため、再突入体は高速のままで、大気圏に再突入する。ミサイルの種類にもよるが、再突入速度は中距離弾道ミサイルで、マッハ9から21。 大陸間弾道ミサイルで、マッハ21から24にもなる。高速な飛翔体であることは、敵の妨害を防ぎ、目標到達への正確性も高めることとなる。長距離弾道ミサイルの開発進展に伴い、再突入体の開発、実用化が行われた。再突入体は、 大気の空力加熱による高熱からの弾頭を保護には、金属製のヒートシールドやアブレータ等を用いている。アブレータの使用が再突入体の小型、軽量化に貢献した。また、目標への正確な飛翔のため、大気圏内通過時の空力的安定性も求められる。このほか、再突入体とブースター部を分離する設計により、運搬重量を軽量化し、 より効率的に弾頭を運搬できるという利点を持つ。再突入体の形状は、大気による空力加熱に耐えるための断熱層を備えた、塩水系のカプセルが一般的であるが、初期には、二分頭理論に基づく、先の鈍った、塩水塩筒フレア型も用いられた。アメリカ合衆国のマークに再突入体では、金属製の断熱部であったが、 これは、金属粒子が大気圏内に長く、を作るため、敵に探知されやすい欠点があった。このため、マーク6再突入体では非金属の断熱部を有している。また、MRV、マーブ形式のミサイルにおいては、一機のミサイルに、複数の再突入体、弾頭を搭載している。ありがとうございます。